で、こんな方々が劣等機能が勃発するきっかけ、うん、見出し的には否定的な姿勢と過剰な批判、うん、ISFP と INFP を志向する人たちは劣等機能の暴発が引き起こされる前の段階としては、批判そのものが直接自分に向けられていなくても、うん、批判するされる行為が自分の外交思考機能を誘発して打って変わって、うん、全てにおいて白黒つけるような形で反応し始めますと、うん、否定的な批判ばかりする相手に対して自らも同じ否定的な批判ばかりし激しい攻撃をするようになる。突然の喪失や別離への恐れ、うん、自分にとって大切な人や人間関係および仕事を失うのではないかという恐れも劣等機能の外交思考でしたか、はいはい、が勃発するISFP を思考するある人は自分の誰かに対する献身的な思いが侮辱されたりくだらないものにされたりすることが、うん、外交思考が勃発するきっかけという報告があります。またある NFP タイプは過労気味の時に仕事を変えてもらったことで大きな責任から解放されてストレスがなくなったことを喜んだ一方で、仕事のそういう部分に愛着を感じだし、上司が自分にそういった能力がないんじゃないかっていうふうに思ってたんじゃないっていう心配になったりするっていうことを報告しています。あとは自分が大切にしている根本的な価値観に対する侵害、このタイプを思考する人たちは自分にとってここは譲れないっていう価値観が踏みにじられたと分かると突如として劣等機能がその個人を支配し始めますと、すると普段の辛抱強さや温和な態度が一変し物事を白黒つけるような観点からしか見なくなると、これは特に自分自身の能力に関することが対象になった時に起こりやすく、実際よりも自分ができてないと捉えて失敗したのではないかという思い込みを持つなど劣等機能にとらわれた状態に陥っていきます。なんかもうこの人のタイプの時って、はい、わけが分かんないんですよね。はい、はい、うん、分かりました。分かりますよ、うん、冷静に捉えましたね今、はい、ん、これは最後は何を言ったんだ僕は。価値観が踏みにじられると、うん、温和な態度が一変して、うん、白黒つけるような観点からしか物事を見なくなる、うん、僕はなんか普段が白と黒みたいな見え方をしてるので、うんうん、はい、普段は僕よくあるじゃないですか、はい、言うじゃないですか、その考え方もあるけどこの考え方もあるよね。あ、それは調子がいい時、調子がいい、普段はそういう感じで物事を見てるので、はいはい、でその多くの選択肢の中で僕はこれを選んでるって話じゃないですか、はいはい、でそれを否定される、はい、とこう多分外交劣等機能、はい、外交思考が勃発してきて、はいはい、もう全てを白黒つけてやるってこう攻撃的になるでこっちが白になると、うん、君の持ってるものは黒だねっていうことになるんですね。そうそう、でこれを白にするための思考をこう張り巡らせて攻撃し出すわけじゃないですか。なるほど、それはいかに間違ってるかを。なるほど、はい、っていうところですね。ともっちさん、タイプ4 INFP、うん、職場で自分のやっていることを否定された時、うんうんうん、価値観が踏みにじられた、うん、感情が爆発してましたねと、うん、それはある、わかりますよ。だから価値観を踏みにじられなければ、はい、大抵、はい、あ、その考え方もあるけどその考え方もあるよねって全部流すことができるんですよ、はい、だから価値観を認めながら、はい、でもここ仕事だからこういうふうにやってって言われれば、はい、まあ、しょうがないなってやれるんですよ。ちょっとこれ僕は今日あの、ね、今聞きながらね、はい、まあ、あのデザイン会社で勤めているので、はいはい、うん、多分 INFP タイプ4、うん、はい、は多い職場だと、うんうんうん、察すると、うん、俺もしかして踏みにじってないかなとかはいはい、まあ、ちょっと反省、まあ、そういうところはあるのかもしれないですよね、はい、うん、要はなんか、あ、こいつ言うこと聞かんとかって思うと、はいはい、踏みにじったりするなってうん、うん、でそうなった時に、はい、多分相手も踏みにじろうとしてくるわけですよ。外交思考を使ってっていうところですね。白黒をはっきりさせようみたいな、これ良くないですいやみんな
うん、僕はよく、まあ、もうみんなじゃないかもしれないけど、はい、やっぱりあの調和が取れた職場がいいじゃないですか、うんうん、で、まあ、僕はそうやって思ってる。僕も思ってます。で ISFP はそうやって思ってるタイプじゃないですか。はい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 、もうみんな仲良くやろうよって、はいはいはい、みんな協力し合って楽しくやろうよみたいな。それもなんていうの、うん、皆さんの持ってる価値観を大事にしながら、うん、そうそう、なんか誰も嫌な気分にならないように、はい、みんなやっていこうよみたいな、はい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 、うん、って思ってるところをそれで踏みにじってくるからカチンとくるみたいな、はい、なるほど、うん、あとまあこの、まあ、エニアグラムでいうところの、うん、例えばタイプ8、はい、まあ、この自己主張の人とか、うんうんうん、まあ、うん、外交 E の人、うん、MBTI とかカーシー博士でいう、うんうん、外交で、まあ、なんていうんだろう、言葉が強い人は、はいはいはい、うん、なんかこういう謙調和的で、うん、なんか温和な人、うんうんうん、いいよいいよって、うんうん、何でも聞いてくれるなこの人っていうところで、うん、調子に乗ってギュッてやろうとすると、うんうん、しっぺ返し食らいますねこれ、まあ、だから反応を見てればいい気はしますけどね、はい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 、価値観を。だから、まあ、僕だったらそうやって、まあ、ちょっとお願いって言われれば、まあ、すぐ、まあ、しょうがないなっていう口調ですね、口調とか、はい、姿勢こちらの、はいはい、そんなん間違ってる、あ、そうやってやりたいのは分かるけどちょっともうこういうふうにやってほしい、お願いって、申し訳ないってって言われれば、まあ、大丈夫ですよって普通に流せますけど、はい、そんなやり方じゃなくてこうやってやってよみたいないう感じ、お客さんが言ってんだからさ、お客さんが言ってんだからさって言われると、はい、まあそれぐらいだったら、はい、あ、まあいいですよって、お客さんがいてるとかまあめんどくさいんで戦うのも、はい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 、まあいいですよってやりますけど、だから本当に自分は絶対これがいいって思うレベルまでこれがいいって思ってたと した場合は、はい、そうやってまあ言い方とかですね、多分今僕もなんかその、うん、いやお客さんが言ってんだからさって言ってる、うんうん、言うのも、うん、もしかこいつが嫌いな会社のやつだったら、はいはいはい、多分なんか、うん、喧嘩が始まりそうですね、うん、ちょっと お客さんがいてるからお願いって言われればもうしょうがねえな、あ、まあ、はい、まあ、言い方ねやっぱりね、だから、あ、まあ、だから感情を優先してるんですよ、はい、僕の感情を考えてますかちゃんとっていうところですよね、はいはい、でこの方々がこの握った時、うん、握った時インザグリップ、うん、まず落ちる直前に、うん、このタイプは自分の主機能内向感情を使うようになるよと、うん、相手のちょっとした反応にも過敏になり、うん、取るに足りない思い込みに過剰反応し始め、補助機能の感覚機能や直感機能から取り入れられる情報にはほとんど注意を向けなくなりますと、うん、で、この長時間ストレス状態に置かれると、うん、カッとなりやすくなっていったり、うん、何かにつけて厄介なほどに反応したりするようになり、うんうん、周囲の人たちは客観的に見たら、うん、その人のためになるかもしれない建設的なフィードバックをすることを避けるようになったり、うん、物事を依頼することをためらったりしてしまう場合もありますと、うんうん、このような一面的な判断の仕方により主機能の感情機能は一層機能不全を起こし、うん、意識のエネルギーを失うと普段の寛容さや他者をまず思いやって控えめに接するという特徴が裏側に行って、うん、代わりに劣等機能の外向思考機能が主導権を握りますと、うん、相手の欲求が過剰すぎることや、うん、相手の取るに足りないミスを辛辣に批判したり、うん、指摘するような言葉がつい口に出てくる、うん、とあります、うん、自分の能力不足に対する過信な思い込み、うん、攻撃的な批判、軽率な行動っていうのがあるんですけど、うん、自分の能力に対する確信に近い思い込みとしては、うん、自分に能力がないという無意識の恐れを人に投影することが多くなり、他者のミスや能力不足と思われることに過敏に反応するようになるのですと。ある INFP を思考する人は正しい論理や真実が気になり始め、とても批判的になり、うん、細かいことにこだわって口やかましくなり、機嫌が悪く苛立った状態になってしまうと述べてますと。また徐々に自分自身に対して感じている力量のなさを人に投影することができなくなってくると、劣等機能のマイナスのエネルギーが厳しい自己批判に注ぎ込まれ、
今度は自分で自分を追い詰めていくようになっていくと。ある ISFP を志向する人は全てが不可能に思えてきて単純なことにも自信が持てなくなると報告しています。隊長、そんなことあります？なんかあまりなんかその、特に今タイプ Q なのか、単純なことにも自信が持てないとか全てが不可能になってしまうっていうなんか超ネガティブ思考って陥ったりしますか？自信がないのは、ある気はします。なるほど、そういった時ってどうやって見てます？それも仕方がないですよねなるほど、タイプ Q だからなのか、それを見ないようにするのか、その過剰に自分の評価が低いって話じゃないですか、自分ができることも、それはすごくわかります。なるほど、で攻撃的な批判、レッド機能の外向思考機能にとらわれているとき、このタイプを思考する人たちは過度に物事の白黒をはっきりつけるような、手厳しく大げさで批判的で根拠の乏しい発言をするようになります、過剰な批判は最初は直接自分自身か相手の気に入らない特徴に向けられるが、徐々に情け容赦ない激しい自己批判へと発展していきます、ある ISFP を志向する人は他の人に対して極端に批判的になり、自分の発する冗談が痛烈な皮肉になっていきますと言ってますと、またある INFP を志向する人は自己批判的になり自信が持てなくなり、怒りっぽく頑固で口やかましくなり、ある ISFP を志向する人は夫のいつもの優柔不断さにイラつくと、喧嘩っ早い弁護士のような口調で夫が取りうる選択肢の一つ一つについて長々と論理的な説明をまくし立てる自分がいます、なるほど、あと軽率な行動っていうのは、自分で勝手に思い込んだ失敗や力不足に対して、どうにかしなければならないような衝動に駆られることがあると。外向思考機能を主機能にとるタイプは自分がどのような行動を取るべきかについて分化した、要は自分の思考機能を用いて決めていきますが、内向感情タイプのこの状態における判断は問題を悪化させてしまうことがよくあり、そもそも何も問題がなかったところにあえて困難を招いてしまう、結果を招きやすいと。何か結果につながるアクションを起こさなければならない突然の衝動は、自分自身の統制を取り戻す試みとしてなされるものもありますと、ある INFP を志向する人は自分自身の不安が抑えられなくなった時に物事をきちんと体系立てて整理しなければならない衝動に駆られると報告しており、ある ISFP を志向する人は相手に対してやたら支配的になりあれこれ命令したりしてしまうと報告しておりますと、隊長ってその命令的になったりすることってあるんですか？あんまりないですね。じゃあもうやっぱりこの職場から離れ、もう全て自分で仕事をしていると、命令する人がいないっていうことですかね。のはあるかもしれないですけど、全部自分でやる、あともうストレスの抱えようがない、要は命令する人もいないし動かない部下もいないし、だからお客さんとかですよね。そうですかね、お客さんのなんか要望、金額の見合わない要望みたいな、それはイラッとしますね、それぐらいですかね、ヨルタさん、ほとんどの場合はなるほどそういう考え方もあるよね、とても優しく嫁ちゃんも話を聞いてくれると、そう、これはもう P の可能、 P の、P っていうのは認知の部分ですね、の可能性を大事にする気質から来るかもしれませんと、僕も大抵そうです、しかし心の中ではかっこ、でも私は嫌だけどね、と思っていそうですと。それはありますよ、でそれは、僕が嫌だって思ってるだけで、相手は自由なんですよ。どうぞ、それはそういう考え方もあっていいよっていう、だからそれを強制されたら、怒りますって感じですよね。怒れよ、女の子には怒れよって強制されると強制されるとちょっとイラッとするみたいなっていうことですね、それは僕はやっぱり今日なんてだろう、僕が正しいものはやれよって言いたくなってしまうたちなので、これはちょっと J の部分なのかなとはちょっと思ってます、
あ、下さん、もともと論理的な思考が回りやすいから、うん、ネガティブなモードになると白黒はっきりさせる方に論理的思考が暴発、うん、っていうのはさっき隊長が言ってたやつです、うんうんうん、要は考えてないわけじゃないと。考えてないわけじゃない、感情を優先してるだけで、はい、うん、ここはなんかあの僕の、うん、劣等機能が内向思考、うんうん、内向思考は多分、うん、思考が苦手なんですよ。苦手なんですかねと僕は思ってますけどね、うん、あ、なんか、まあ、こ、まあ、込み入ってくると、うん、めんどくさくなるんですよ。なんか、あ、もういい、分かった分かった、もういい、もういい、もういい、なんか内向の人って、はい、考える人じゃないですか。それはそうですね、資料深いっていうか、はい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 、多分どのタイプも内向の人で資料深い的なことがありますね、書いてあるじゃないですか。だからこう入ってきたのをずっとこう考えるんですよ、はい、なのでこう論理的に考えるのは別に嫌いじゃないし、はい、なんですけど効率重視ではないんですよ。なるほど。そうっていうとばっかそのような感じ羨ましいなと思うんですよ思考いいなって。そう、友知さん、細かいことが気になり出すからの下りからが思い当たることが多いですと。うん、あ、なるほど、うんうん、カオル君、まあ主機能が内向の人は多かれ少なかれ自分の考えを否定されるとムッとなると思いますと、うん、そこで皮肉言っちゃうのと、うん、論理的にまくし立てるので、うん、TI か FI で分かれるのかなと、うん、あ、TI の人は論理的にまくし立てる、うんうんうん、FI の人は皮肉を言うのかな、うん、TI と FI が逆、あ、僕が言ったのは逆だったのかな、うん、ムッとなるときは劣等機能が出ると思いますと。あ、そういうことか。ムッとなるときは劣等機能、はい、だから F じゃあ、うんと僕の場合、はい、内向感情 FI の人は劣等機能が外向思考じゃないですか、はい、だからまくし立てるんですよ。はい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 、普段使わないもう劣等機能までいってるときはこうまくし立てる、はい、論理的に、はい、だけどこう思考の人はこう逆にこう感情皮肉を感情になる、だから普段まくし立ててるんですよ。なるほど、はいはいはい、はい、で僕は普段はこう温和に仲良くしようよって、ええやでって